道の駅塚かわげは、三重県津市川毛町産業にある国道23号の道の駅である。2016年4月24日に国道23号中税バイパスと国道306号の交差点付近に開業した。津市の特産品を幅広く取り揃え、情報を発信する観光交流拠点であると同時に、防災施設としての機能も併せ持っている。三重県では16駅目、津市では 道の駅見杉に次ぐ二駅目の道の駅として2016年4月24日に開業した。運営は指定管理者の新三商事が行う。駅の敷地面積は12,268平方メートルである。土全域から約1000種類の特産品を一堂に集め、販売する。アマ山菜などの山の幸、米、畜産物などの平野の幸、 アサリコーナゴなどの海の幸から、平治せんべい、いちご大福などの郷土菓子、イムラや、おやつカンパニーなど、津市に本社を置く企業の商品まで、津市の生産物を幅広く取り扱っている。平日の購買客の9割は、地元住民であり、地元産の生鮮食料品を購入する場となっている。また施設内の、焼きたてパンコーナーやレストラン、津のものキッチンでは、津餃子パンや、 川揚牛すじカレーなど、地市の特産品を使った料理を提供する。通常の道の駅の機能に加えて、海岸から3トル離れた海抜は2 0ルから2 5ルと、津波浸水区域に含まれない高台にあることから、一時避難場所や復旧支援活動の拠点としての活用も考慮に入れられており、災害用備蓄倉庫も設置している。最大で一万二千人が、 避難可能とされる。またフランス料理のシェフによる料理教室や、寿司見杉町産の木材を使った木工教室などの各種イベント会場としても利用されている。この駅の建設は2003年に当時の秋群川毛町が建設を要望したのが発端である。川毛町は平成の大合併により津市となり津市が建設計画を引き継ぐこととなった。 2012年11月、津市は国道23号中税バイパス沿いに道の駅を整備していることを公表した。建設地点は国道306号にも沿っており、交通条件、地理的条件ともに優れた場所として地域振興拠点になることを目標に2016年開業予定であることがこの時示された。なお、仮称は道の駅川下であった。 2013年7月には、津市と日本国との間で協定がまとまり、津市が3億5000万円、国が3億円を負担することが決定した。2015年11月5日に、国土交通省道路局により、正式に道の駅として登録された。2016年4月23日に開け駅式典が開かれ、津市町の全容、安行や三重県知事の鈴木秀隆、 隣接する鈴鹿市長の末松則子、松阪市長の竹上正虎が出席し、付近の津市立黒田小学校の児童らがテープカットを行った。初代駅長には指定管理者の新三正寺社員である伊藤貞之が就任した。伊藤は道の駅西大岡の山での経営手腕を買われて駅長に着任した。正式な開業は翌4月24日からで、 近代マグロの解体ショーなどが開かれた。開業後すぐにゴールデンウィークを迎え、開業後3ヶ月で50万人が訪れる津市の新しい観光地となった。一方で、平日の購買客の9割を近隣住民が占めるなど、地元客の支持も得ている。しかし9月は天候不順のために、地元食材の入荷が鈍り、客足も減少してしまったため、パンの食べ放題を企画するなど、 集客回復の取り組みが行われた。その後も減少傾向は継続しているが、2017年3月5日に来駅者が100万人を突破した。営業時間は7時から19時である。駐車場やトイレは24時間利用できる。国道23号登録路線国道306号。ありがとうございます。